ぼちぼち時間だ。さて、一戦交えようか。必ず勝って、ハイムの威信を示さなければ。剣士と名乗る奴には負けねえよ。ドロリン、ゾロ、悔しいけどやっぱり強い。許しません。これ以上サウン、チャンピオンの登場だ。あとは全部俺がやるぜ。80ポンドウォー。地図によるとはこっちみたいだ。ケロット、さすがチョニキ、パパッと見つけちゃおう。80ポンドウォー。サウン、よし、この縄張りはもらったぞ。ゾロさん、パワーもスピードもすごい。こんなとこで油を売ってる暇はねえ。先を急がねえと。ゾロは強いな。ゾロならきっと最強の剣士になれるぞ。やられちまったか。360ポンド砲、手伝わせてもらうぜ。サウン、お願い、弟たちを止めるのに協力して。でも俺一人でも勝てた気がするけどな。チョニキすごいな。許さねえぞ。仲間と一緒なら怖いものなしだ。頑張ろうぜ。一緒に戦えるなんてとっ
とても心強いな。3、引き9通り。まだ終わってねえ。まとめて干上がらせてやるぜ。ここまでだ。二度と俺に見せんじゃねえ。いや、その面をよ。あら、ずいぶん張り切っているのね。いざって時に使えねえやつほどくだらねえもんはねえ。まだまだ。二度と俺に見せんじゃねえ。クソコックに似たその面をよ。ゴロリはゾンビ、悔しいけどやっぱり強い。任務か。よし、次に切られてえのはこいつだ。ゾロさん、パワーもスピードもすごい。ポンドフォー、行ましょう。敵も死ぬ気で来る。望み通り切り捨ててやれ。カラスマガリ、覚えてろおめえ。続けようか。もう食べられないぞ。油断しやがって。もちろんか。アシゴルドラー、言ってもねえ。もっと強えのを連れてこい。退屈しのぎにもなりゃしねえ。すごいわね。頼りにしてもいいかしら。くだらねえ時間を過ごした。悪いが、海賊王になるのはうちの船長だ。それまでは誰にも負けねえ。ゾロさん、パワーもスピードもすごい。弟がお世話になっているんだもの。ここで少しお返ししとくわね。三刀流王子、三刀の地味はないかね。お前らに用はねえよ。ゾロリはゾロ、私は悔しい。やっぱり強い。この感覚を待ってくれ。こいつだな。俺に切り傷でもつけてみろ。やったぞ。俺も少しはみんなの役に立てたかな。うまくいくといいわね。
追ってはそこまで来てる。急いだ方が良さそうよ。登場はいい。さっさと始めんかい。ここに陣を張ろうと思って。敵には消えてもらったわ。なんて強いんだろう。行くわ。怖がる。何もない。私は一人じゃない。私の前に現れるのこれで最後にしてちゃう。君、最悪の世代のやつを見かけなかったか？あいつらのせいで僕の人気は。俺とやる気か。その度胸が本物か試してみる。僕の美しさに見とれたか。てめえらの武器をよこすな。俺の邪魔するなら容赦しない。てめえらの武器を残しな。クソ、どこかしくじったか。あら、それで終わり。君も僕の人気を脅かすのか。麦わらの位置に油断ならないな。気を楽にしろ。すぐに終わる。いけ！ウィンドフール！シャンブルズ、刻んでやる。ユルフール！いかがですか？あいつたち相手に何遊んでやがれ！おいてろ！狼のお出ましだ！楽にしてやる。シャンブルズ、ラジオナイフ。二度と邪魔してほしくない。やった、すごい。コウレイ君、やられた分をやり返しとかねえとな。ラジオナイフ。少しは次に会ったら貸してやる。まあ、よく分かる。 D の名を持つあなたたちは一体。今日お前には思想が出ている。you
思想が出ている。ユルフルーギガンテストガードストップ。本気で行こう。学びで俺まで。そろそろ動くか。行くわ。本気で行こう。学びで俺まで。油断したか。痛かったかしら。ごめんなさいね。なかなかやるじゃないか。麦わらより強く美しいこの僕に存分に頼ってくれて構わないぞ。気に入ったわ。なんて強いんだろう。おいおい、うざますぎるだろう。ニコロビー、逆に威嚇せえじゃねえか。神経なら装飾でそうだね。私の前に現れる。これで最後にしてちょう。この場所譲ってくれるの？助かるわ。君も僕の人気を脅かすのかい？腹の一味、油断ならないな。ああ、スピード。私にとって、それは意味のないもの。千人に勝つって、どれだけ強いんだろう。僕もいつか、あんな風になりたい。ここに陣を張ろうと思って。敵には消えてもらったわ。行け。手加減できそうかな。覚悟はいいかしら。トレインダフルール。さてどうした。ミルフルール進展する。うわ、心しろ。香ばしい料理の香りに誘われてやってきた。俺の名はエース。意をよろしく。なんだこのふざけた野郎は。船長、やっちまってください。Yeah!
様子見してやれ。行くわ。完全に集中。ミルフルミリワラの部下か。一筋縄じゃ行きそうにねえな。威力の違いを見せてやる。お前の勝利する。長くの我々の任務いよいよチェックも。こんなところでしくじるとはな。二度と邪魔してほしくないわね。お前なかなか頼もしいじゃないか。その力でルフィを支えてやってくれよな。おいおい、どうなってんだ。お前と組んで戦う。ルフィ、おいおい、裏口を聞いてる余裕はねえはずだぜ。本気で行く。なんて野郎だ。ワニのガードを破るとは。ちょっと暴れすぎたかしら。お前を消し去る。闇の正義の名のもとに。なんとか逃げ切れたな。いいわね。ルフィがカタクリをミロワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストでビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。なんちゅう船じゃ。空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い煩いは、食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベ、聞こえるか。誰か答えろ。まだ船に鏡があるだろう。男部屋とか風呂場とか
粉々に。何言ってんの？そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強い奴が目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。みんな鏡を割って、船の中にある鏡全部。だけどそれじゃルフィが。ルフィの邪魔をしたい？船長命令よ、急いで。鏡を割られたか。確かにこれでは船に手出しできない。だがお前は俺には勝てる。無駄な悪あがきはやめるんだ。うせえ、こんなこっちに負けるか。よっよっ、おーし、バウンドマン。バウンドマン、バウンドマン。聞こえる？そっちはどうなってんだ。私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね。分かった、ぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。仕留める。剥がれ持ち。なんだ、地面が餅になった。スーパーズーカ。地上にとどまる限り息つく暇も与える。どうやらその状態長くは持たんようだな。そうか、エアフォースの時間切れか。逃げるぞ、なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。覇気なしじゃ絶対かなわねえ。ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。ウニュレだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに言うと戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。天文色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。うん。だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。おう、望むところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生、師匠。いつかレイリーが言ってたんだ、強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に
ちびすけ、あいつを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答える。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか。それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか。お前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。上がれ。落ちよ。拒絶。だんだん俺の見聞色に近づいて。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。ああ、俺は効率よく避けているだけ。覇気で未来を見れば可能だ。だが、それを見極めたところお前が勝てる道理はない。アキは一戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うことにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち。やってやったぜ。何がおかしいんだお前ら。男の勝負に薄っぺら援護などするな。悪かった。針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。よっ、フォース。よっ。
カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だなサンジ、俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たちジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし調理開始だ。完成だ、ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれプリンちゃん、最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。